今ですね 83% で残りはあと345キロですね。エコモードにするとエコモードでエアコンを切ると364キロ、 83% 残りがあります。あとね、さあ今ですねアイペダルといってあのワンペダルですね、アクセルワークだけで停止までできてしまうというですね、日産でいうと E ペダルっていうのになりますかね。 E ペダルでも最近の日産はあの完全停止することができないタイプに変わってますね。初期のリーフですとかから最初のですねキックスですかね、初代キックスですかねは完全停止しますが、それ以降ねモデルチェンジしたマイナーチェンジ後とかですね、新しいあのノートですね、 e パワーノートも完全停止ができないようになってしまったんですよね。ここはねちょっとあのまずいかなと思うんですけど、やっぱりワンペダルと言うんだったら最後まで止まらせてほしいですよね。最後はブレーキ踏んで止まらないといけない、そういうタイプなんですけど、こちらのアイオニック5 4WD はあのワンペダルで停止までできます。まあワンペダルの走行がねあのちょっと嫌だなと思った方は普通の走行もできますのでご安心ください。エアコンのオートエアコンもですね3段階オートが3段階でですねあの風量を調節できるっていうのがちょっと嬉しいですね。今は27度の外気温に対して22度の設定にしております。こちらのアイオニック5は中国の BYD AT3 に比べてですね、あの、まあ、ちょっとスポーツモデルっていうのもあるんですけども、タイヤが20インチになるんですよね。なのでちょっとまあそれ違うんですけども、あのスポーティーな感じのその足回りになっております。まあ、タイヤの径がねあの影響が大きいと思うんですけども、アット3はですね乗り心地がすごい良かったですね。19インチでしたね、まあ、あのタイヤの幅はほぼ一緒、外観のサイズもほぼ一緒ですね。なんですけど、まあ、こちらお借りしてるのがですねこちらが 4WD モデルになるので、その辺でちょっとスポーツモデルってことで、あの20インチ45255ですね、45の255を入ってます。前後一緒ですね。なのでまあ乗り心地自体はですねやっぱりアイオニック5 4WD の方が多少ゴツゴツ感はあるんですけども、まあ、内装のねこのフェミニンな内装に比べてその走りの性格はねどちらかというとそのスポーティーな方に振ってあるような感じもします。でエコモードですと結構こう踏み込んだ時にこうあまりこう加速がね強烈な加速が出ないんですけども、これはあの電費と言われてね、あのガソリンとかディーゼルエンジン車でいくと燃費になるんですけども、電力の電費をね稼ぐのにまあアクセルワークをねあの急激に行わないっていうのがねやっぱり必要となりますので、まあ、そういったプログラミングがされてるっていうエコモードと、それからノーマルモードっていうですね、まあ、市街地で使いやすいあのアクセルを踏めばそれなりに加速していくっていうような感じでね、だけどあの引っ張りすぎないっていうかね、あのまあ、 あのオートマとかではないので、あのまああの変速とかそういう概念はないんですけども、
スポーツモードになるとその引っ張るっていうか、その引っ張り感が強いって感じですね。強烈な、あのどの速度域でも強烈な加速がですね味わえるモードになってます。メーターもですね赤になったりするんですよね。そのノーマルとエコは青なんですけども、スポーツモードだけ 赤いねあのデザインになってますね。スピードメーターがね赤で表示されますね。これちょっとねスポーツモデルによくありがちな、ね、こう演出なんですけども、まあ、こういったものもねなされているということでね、もうこれでそうですね、約4時間ぐらいですかね運転しました。延べ時間4時間で 100キロ近く走りましたけど、だいぶね慣れました、のでこれからね細かいところのねインプレッションをねさせていただければと思います。まあよろしかったらね動画の方を見ていってください。まずねハンドルはですね、こちらのハンドル一見ねちょっと変わった形してますよね。僕上下 逆かと思いましたもんね、パッと見ね。普通っていうか、これが普通、僕の考え方が普通じゃないかもしれないんですけども、このなんていうんですか、ハンドルのバーみたいなね支えみたいなものがあるんですけど、その円周を支えてるものがあるんですけど、そちらがですねどっちかっていうとこう下の方についてるのがね、なんか一般的のよう、それか真ん中のね真ん中についてるのが一般的のような感じでするんですけど、このステアリングパッドのエアバッグのパッドのよりも上の方についてるねっていう感じで、ちょっとね面白い形してます。でこれ何がいいのかっていうと、こういうふうにパッとこうハンドルを握った時に親指にかかるところが本当にこうえぐれてるんですよね。ここ通常はここの太さと横の、大体太さはあんまり変わらないっていうのが結構あると思うんですけども、このハンドルに関してはかなりえぐれてて、どうですかね、4分の1ぐらい幅が狭くなってるんですかね。こういうの一番太いっていうか、この通常の柱のところのね、ハンドルのところのハンドル径、ハンドルのその持つところがですね、ここがえぐれてて、ほんとこう手が小さい方、手が小さい方、指の短い方でもこうくるっとこう円周っていうか、こうハンドルをこう手繰り寄せれるっていうんですかね、この回せるっていうかね、人差し指につくのがですね楽なんですよね。ここが細いがために、ここだけね細くなってるんですね、この親指がかかるところだけ。これはね他の輸入車とかでもあんまり見ないですよね、あんまりね見ない機能です。すごくねいいと思います。今ですねブラインドスポットモニターが働いている時に方向指示器を そちらの方の働いている方向の方向指示器を出すとピュープープープーって音が鳴るんですよね。後ろや側面に車とか障害物とかそういったものがあるとウインカーを出したそっち側の方にですねピープ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 ーって今鳴ったと思うんですけど、そういう警告音がねします。普通ブラインドスポットモニターみたいなのがついてる機能の車最近たくさん出てきたと思うんですけども、それはただ単にその光るだけ、ドアミラーのところもしくはその近くのねインジケーターが光るっていうだけっていうのが一般的だったんですけど、警告音が鳴るっていうのがね、これがこれからのねスタンダードになっていく機能の一つかなと思います。発売してですねあまり時が経ってないので
いろんな最新の車のそこそこのグレードの最新の車の機能はねほとんどついてますね。ハンドルの中にですねいろんな機能がありまして、これ嬉しいんですけど、 BYD は音楽関係とか、電話関係のこの音関係に関するオーディオ関係に関するそのボタン類が右側についてるんですよね。でオートドライブだとかそういうオートクルーズとかね、そういう機能は自動運転の機能やなんかは左側についてて、でこちらのアイオニック5は日産リーフとか国産車に、ほとんどそういう国産車そうなんですけど、左側がオーディオ関係ですね。で右側が速度とかというオートドライブやオートクルーズとかね、そういう自動運転モードとかそっち側の方ですね、車の走行に関することが右側で、音楽とか音量とかに関するものは左側についてるってね。なので国産車からの乗り換えとか、家に複数台ある方が、パッと乗った時に右と左をね間違ってっていう感じではないので、これはね国産に合わせて設計されてるのか偶然なのか分かりませんけど、左側の方にね音楽系がついてます。で右側の方が走行に関することですね。さあ国道1号線を横切ります。ね、非常にね静かです。周りの音がねあまり聞こえないぐらい遮音性が高いですね。もちろん自分の車がこう走ってるそのブーンと音はありませんね。ギミックとして音を出すことができるみたいなんですけども、それはまずちょっとおいおいということで、あとハンドルも少し一つあるんですけど、ブレーキ回生ブレーキっていうのがあるんですよね。減速するときに発電みたいなことをしてくれる、平たく言うと、そういう機能が、回生ブレーキっていうものが EV とかハイブリッドとかにはハイブリッドの車とかにはほぼ大体ついてるんですけど、それの強度ですね、回生ブレーキの強度、急激に減速したりすることもできますし、それからワンペダル走行のセレクトもできますし、そういった回生ブレーキの強度が4段階プラスアイペダルのオンオフですね、とあとそれがすべてオートで、回生ブレーキがですねオートでその 1,2,3,4 のレベルを変えてくれるっていうオートモードも備わっているので、5段階っていうか5種類のね選択がこのパドルシフトのところについてますね。これで減速したり、回生ブレーキをかけるってことは減速するのと同じことなので、そういうちょっとしたこうギミックっていうんですかね、ちょっとスポーツカーにありがちな、なんかこう本当にスポーツカーについてるあれですね、パドルシフトとほぼ同じ感じの使い方ができますね。これはねちょっと面白いですね。スポーツ走行をねどこまでするかっていうのもありますけど、そういう減速する簡易的なこう減速するモードがついてるよってことですね。それをこのパドルシフトで、ステアリングのね裏側についてるパドルシフトが左右に1個ずつついてるんですけど、それを操作することによって、この減速の度合いですとか、それから回生ブレーキのレベルをですね上げたり下げたりする、もしくはそれをオートマチックで制御してもらうモードにする、もしくはワンペダル走行のオンとオフが選べるようなモードがこのパドルシフトで選ぶことができます。ハンドルについてはねこんな感じですね。あと、ハンドルのこのリニアさっていうのはいい感じのね、なんかこう遊びがあるっていう感じ
もう本当にクイックだとちょっと困りますけど、その辺がですねマイルドになってますね。なのでまあこういう太いタイヤっていうのは輪立ちとかに入りやすくてちょっと怖いところもあるんですけども、それもですねうまくこう吸収してくれるんじゃないかなと期待をしています。なのであんまりねクイックすぎないっていうところがまあいいかなと思いますね。今ワンペダルなのでアクセルを離すと完全停止します。でこれはブレーキオートホールドが効いているわけではないので、ただこう制御的に止まってるだけなんですよね。で後ろにはストップランプがちゃんとついてくれるので安心ですね。あとですねセレクター、これは本当にこの車独特だと思うんですけども、右のウインカーのレバーのちょっと下10センチぐらい下のところにセレクターレバーっていって、ドライブ、ノーマル、リバース、あとパーキングっていうののレバーがついてます。なので左側に何もないんですよね。なんかこうついつい左側にこう何かこう探しちゃったりするんですけど、癖で。そうじゃなくて右の下の方にありますのでね、これは慣れればね何のことはないですね。僕はお借りしてさ走り出してからもう何回かはこうエンジンというかスイッチを切ったりね乗ったりするんですが、その時にシフトをねこう操作してしまおうと思って左手がこうついセンターコンソールの方に動いてしまって、あない、やっぱ間違えた、右側でここにあったんだっていう風にねそういうのは ありましたけど、今はねさすがにないですね。もう数時間このアイオニック5に触れてればもう慣れますので、はい、帰りの途中でですね充電してきました。 100% で510キロ残り走れます。こちらがエコモードで510キロで、ノーマルモードが495キロ、スポーツモードになると480キロとね違いが出るんですが、まあエコモードで510キロ走れます。まあほぼほぼですねまあガソリン車に、普通のガソリン車に近いかなって気はしますね。なのでもう充電のことあまり電池のこと考えずにですねまあほどほどの距離を走ることができます。